階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。空気階段の踊り場第303回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと花粉がすごいですね今日。花粉がすごいとか分かるようになったの？花粉症だ。嘘？そうそうそう。本当に？本当本当本当。嘘？いや本当に？そうだったの？花粉症で一回も聞いたことない。飛ぶ。飛んでんだよもう。で多分その種類があるっしょ。だからなんか豚草とか杉とか。なんだ豚草って。めちゃめちゃ花粉症の人で多分豚草なんてそれ。なんだお前豚草って初めて聞いたら。いやお前豚草にやられてるかもしんないんだよ。なんだ豚草って。いや豚草あるやつよ。めちゃめちゃメジャーっすよね豚草花粉って。悪口言ってんだろお前豚草って。悪口。お前専用の花粉で今俺が考えた花粉じゃねえ。そうだろお前豚草花粉とか言ってさ。おめえなんか豚なんだから豚草花粉だろって。いやそうでしょ。今適当なこと言ってるわけじゃないよ。何豚草って初めて聞いたけど。豚草めっちゃメジャーっすよね。いやいやいや全然メジャーじゃないでしょ。メジャーだよ。じゃ小学校の時入ってた。小学校の時入ってた。あれ豚草だよとか言ってた。ずっとありますよね豚草花粉って。初めて聞いたの豚草なんて。どういうこと豚草って。そういう草があるんだろ。豚みたいな形してるけど。うんそうじゃない。そんな可愛い草あるの。豚の尻尾みたいに生えてるのかな。うわ、まあ、なんかちょっと丸く、うん、見たことないなってるみたいな。何豚草って。それとも豚が好きで食べてるとか。いやどうなんだろう。何俺が今から調べてやるよ。いやいやそんな俺初めて聞いたし。だってあこれ、うん、あこれ豚草なの。これらしいよ。なんでそれ豚草なの。なんでだ。豚が食べちゃうから、うん、美味しいっつって。なんで？あ、うん、豚が好んで食べる。正解じゃん。じゃあ俺当たってるじゃん、うん、じゃあ豚の被害に結構あっちゃうってことね。そうね。まあだから食べる、うん、現在から豚草って、うん、いやーきついね。これは今年はきつそうだわ。病院とか行ったことないってこと。行かない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 、うん。みんなだってさ花粉症の人とか本当に辛そうじゃない。花粉の季節本当。いや辛いよ本当に。なんで行かなんで行かないことは当然なの。行かないから。だって別に行かなくても花粉症って分かってるし。分かだからさよく言うけどさ健康診断も、うん、その悪いって言われるから行かないとかさ。花粉症もねその花粉症だって言われるから行かないとか。そう行かない。その治療をしてもらうために行くのよみんな。いやいや治療になんないじゃん。治んないもん。なるよ。いつもみんな薬飲んでるじゃん。いやあれはだからちょっと抑えたりとかでしょ。抑えとる。抑えられるじゃん。でも効かないみたいなこと言う人もいるじゃん。なんで効かないを信じるんだよ。いやいやいや別に市販薬でいいんだよ本当。辛くなった時は市販薬買ったことあるの。ないねえ、まあ、辛くなって本当に辛くなった時はね市販薬買えばいいの。いやこれはやばいっていうところまでいかないとやっぱり、うん、お医者さんも大変だからね。いや何お医者さんに気使える優しいやつでしょ。大変だからさお医者さんもさ。生きねえよ花粉症なんか。まあまあ本当ひどくなったらね考えるけどまだ、うん、まあとりあえずちょっと要注意ですよ、うん、やっぱラジオ聞いてる方もね、うん、お気をつけください。もう強い花粉飛んでます。はい。いやー今週はですねなんか元気ないの。何ですか元気ない。いや花粉とか鼻詰まっちゃった。元気になった。え元気になった。いや元気はそれは元気ですよ。ああ元気出していかないとだって、うん。うん。元気ですよ、そりゃ。元気になったよね。元気になった、元気になった。そりゃ、苗字も6個目になったしね。そうそうそう。うん、苗字6個目とかもいつだろう、先週も。苗字6個目だよ。もう先週いつだろう、6個目の苗字だとか。先週行ってない。あ、行ってなかった、うん。元気なかったから。行ってなかったか、うん。お前が泣くから言えなかった。泣いてなければ言ってたよ。もう、美容師6個目ですって。6個目っていうかまあ、6個目でもないんだけどね。4つ目。3度目の鈴木か。そうそうそう。そう。5年ぶり3度目ね。うん。うん、すごいよ。まあまあ、これから常連校になっていく感じで。そう。5年ぶり3度目。鈴木高校ね。鈴木高校。5年ぶり3度目の出場。強豪です。望んでないんだけどね。望んでないんだよ、一番鈴木が俺。昔も今も望んで鈴木になったこと一回もねえの。望んでないんだよ。だから強いんだよ鈴木高校。絶対倒そうとするのに絶対勝ち上がってくるの。
勝ち上がってきちゃう鈴木高校が応援してねえんだよ俺は一切鈴木高校のことを、ね、2回親の離婚で鈴木になって1回自分の離婚で鈴木になって、ね、そうなん強いのよ出てきて、うんね、まあ、だから、そうですね、全然元気ですから大丈夫です。これからちょっと本名が言えないとかややこしいことはまたなくなる。いやもう鈴木ですから、はいはい、完全に本名です、うん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木です、はい、ですね。まあ、今週は、豆まきに行かせていただいてね。すごいね、お稲荷さんだったから。そう、岡山にね。西条稲荷っていうめちゃめちゃね、大きな、うん、日本三大稲荷と言われています。西条稲荷というところの。豆まきね。豆まきにね、行かせていただいてさ、初めてだね。あ、来た。ええー、豆まきに行った方からメールが届いております。リスナーがいたってこと？はい。件名がね、豆まき、行ったよー。ラジオネーム、リオカ。2月3日、西条稲荷の豆まき行きました。お二人が来るのを知ったのは2月1日。急遽、うん、有給をもらいました。うわー、ありがとうございます。母が一緒に行ってあげるよーとのことで、うん、朝6時半に出発、うん。はい。早く着いたので、真ん中の前の方で見れました。コントの時だけは、写真も動画も撮らず堪能しました。ありがとうございました。徳島から。うわー、ありがとうございます。岡山まで。橋渡って、岡山のね。うん、来てくださってね。瀬戸大橋を渡って、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。うん、その豆まきですよ。はい。ね。まあ、だから初めてじゃない、豆まきやらせてもらったのもさ。そうですね、ちゃんと紙芯も着用してね。紙芯も。ええーね。なんつうんですかね、あれを紙芯っていうのは。初めて来ましたけど。遠山の金さんみたいな、なんていうの？ガンダムみたいな。ガンダムみたいなやつ。ボコンって。そう。飛び出る。そう。あれみたいな。ドラゴンボールみたいな。やつね、うん。ベジータみたいな。そうそう。ベジータがサイヤ人みたいなやつ。そうそう、あれあれ。ボコン。あれつけてさ。初めて来ましたけど。だから、うん、あれってなんか本当袴とかの上に着るもんだと思ってたら。うん、いや、俺もそう思ってたのよ。そう。そしたら、本当に普通に、私服の上から、もう寒いんで私服の上から着てくださいっていう、ね、そうそうそう。ね、言われて。うん、で、まあ僕はもう寒いんでコートの上からでいいですって。もう本当コートの上から紙芯もつけて。うん、で、僕らは暑いんで T シャツの上からいいですって。昨日4度だったのに、普通に疑似連って書いた T シャツの上から紙芯もつけて。いや、やっぱでも暑くなったじゃん、やっぱ投げてたら。投げてた途中からは暑くなってた、ね。朝一めっちゃ寒かったって。いや、暑くなるだろうなっていう想像はできてたからさ。うん、やっぱその、すごい人が来て、うん、で、その中にこう豆を、だって、2トンの豆投げたんだよね。合計2トン。お客さんもすごい、ものすごいたくさん来たし、そういうね、人気のイベントなんでしょうけど。うん、はい、で、そこで僕らがね、読んでいただいて、で、ネタもね、うん、やらせてもらえるっていうことになって。はい、うん、で、当日ね、うん、みんなでその打ち合わせの時に、うん、もう一個ちょっと注意事項ありますっつって、言われてね。で、何ですかっつったら、すいません、ネタ中なんですけど、ちょっと住職の方とか、うん、まあちょっと周りの関係者の方に、絡むのだけはちょっとやめていただいていいですかっつって、うん。お坊さんが周りにネタ中結構たくさんいるんですけど、いらっしゃるからね、絡むのはやめてください。やめてください。ちょっとお坊さんも慣れてない、なんかね、うん、その急に絡まれたらどうしていいかわかんないですし、うん、緊張とかしちゃったりするんで、うん、お坊さんに絡むのだけはやめてくださいっつって。うん、あ、で、そう言われて、まあ、あ、もちろん分かりました、分かりました、つって、うん。いや、でもそんな、ね、いや、過去にそんな、お坊さんに絡んだ人なんているんですかって聞いたらね、うん、まあ、言いづらいですけど、まあ、小島よしおさんが、ね、お坊さんに絡まれました。え、マジっすかって。はい、なんかスタッフさんの人とかはみんな多分毎年そのイベントをやられてる方だったから、それ行った時にあれは大変だったみたいな海パン一丁、海パン一丁でね、寒空のね、うん、元小島さんが、つって、うん、で、お坊さんに絡んでいった。でもさ、これ。で、お坊さんがね、うん、ちょっと、いや、ちょっとすみません、勘弁してください、みたいなだったら、うん、そんなの関係ねえ、つって、絡みに行くみたいな。ということがありましたんで、絶対にそういうことはやめてくださいって言ってね。うん。まあ、初めてね、うん、そういう、あ、節分で豆まきで出禁になってる人いるんだって。でも、
小島さんのあの理由でさこのウェイの動きがあったらあって周りにお坊さんの方がいっぱいいたら絶対に見つかるんだよ。そうだ小島さんからしたらもう餌じゃん。餌だよ。絶対に絶対にウェイで近づく。エレッコミックやすい一郎です。エレッコミック今田つつむです。片桐仁です。3人合わせて我々エレカタです。コントライブエレカタコントの人ナーナーイタペアペア2月5日東京公演の昼と夜公演の模様を2月13日までアーカイブ配信中でございます。うーん元気に最後まで行けてよかったね。絶対見てください皆様。喉も枯れました。枯れたのかよ。枯れてない。枯れてないんだよ。いてほしい。TBS ラジオ主催コントライブエレガタコントの人ナーナイタペアペア2月13日までアーカイブ配信中です。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。配信見てくれなーな。 TBS ラジオ公演林部聡30歳の旅立ち叙情歌を道連れに日本の美しい調べを林部聡の柔らかな歌声でお届けします。4月8日立川のタマシンリスルホールで開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。 905FM 954AM TBS ラジオ。踊りまーす。あとちょっとこれ別の話なんですけどね、ちょっとまあ噂だったりとかね、うん、そういう憶測みたいなものでね、うん、ちょっとあんまり判断しないでほしいなっていうのがあって、はい、まあ今週もね、うん、まあもちろん私、私がね、先週離婚しましたとこう、まあ報告させてもらったじゃないですか。はい。で、まあ、奥さんがね、うん、ちょっとあんまりそっとしといてくれっていう。うんいうふうに言ってるから、言えないってこと言ったら、うん、女性自身がね、うん、女性自身が本当によ、女性自身と書いて、出まかせと読むので有名な、女性自身さんとでも言えばいいんですかね。まあ、女性自身がね、うん、変なもう、昔のさ、うん、踊り場の、なんか持ち出して、うん、で、それをなんか、勝手に記事にしてさ、うん、なんか憶測みたいなさ、うん、記事書いたんですよ。うん、で、ほんと全部それも、ほんとすっとんきょうなことなんで、うん、もう本当にね、もう、皆さんにはね、うん、もう惑わされないでほしいというか、うん、本当にもう、なんていう、全然関係ないことなんですよ。うん、その女性自身のね。うん書いてあることと、今回のことはね、はい。うん。だからそれも本当に、そういうので広がっていくのが、うん、やっぱ嫌だから、ちょっとそっとしといてくれっていうことをね、うん、奥さんも言ってるんで、はい、勘弁してくれよっていうのがね、うん、一個ありまして、はいはい、もう本当にもう出まかせなのよ。うん、本当に女性自身はさ、どうしようもない、本当に。だってもう、週刊誌なんか本当皆さんね、うん、本当に出まかせばっかりですから。うん、言ってみればね、女性自身がね、はい、石田一生さんがね、うん、恋人ができたっていう記事あったでしょ。ああ、そうなんだ。で、それで、まあ、石田一生さん破局しちゃったんだけど、うん、で、それ、インタビューをね、うん、石田一生さんにしてて、うん、まあ、だからそれは別にその、憶測でとかじゃなくて、まあ、石田さんがインタビューを答えてる。うんのを載せたんだけど、はい、でもそれもさ、うん、まず石田一生さんの、うん、に恋人ができたっていうのを報道したのは、うん、これフライデーだったわけよ。あ、そうなんだ。まずね、うん、石田一生さんフライデーされたんです、うん、それを、うん、まず女性自身は横取りしてますからね、うん、本当に、うん、これまずえぐいことやってるじゃないですか、うん、他の他社のね、報道したことをね、うん、パクって、うん、で、その後、破局してましたみたいなさ、うん、ことを報道する。うん、これまずもう、どうしようもないことをやってるじゃないですか。うん、で、それプラス、うん、フライデーさんのね、その一番最初の石田一生さんが恋人と一緒に手をつないで歌舞伎町を歩いてましたっていう記事があって、うんはいはい、で、それもその後、石田一生さんに確認したら、まあ、石田さん認められてっていう記事だったんだけど、うんうん、その記事
のさ、うん、最後の締めみたいなのがあって、うん、でそれはなんか二人してね、うん、仲良く手をつないで、うん、歌舞伎町の夜空を見上げていたみたいな、うん、それロマンチックな感じの締めなのよ、うん、で二人でこう上をね歌舞伎町のこう上を見上げてる、うん、写真も撮ってて、うんうん、その二人が上を見上げてる写真で、その一文が書いてあるの。はい、夜空を見上げていたと、うん。あれもね、もう本当にもう言いますわ。俺も言いたくないけど。うん、大嘘です！申し訳ない！あれね、歌舞伎町交番の前なんですよ。うん、写真見るとね、うん。歌舞伎町交番の前っていうのは、うん、角にゲームセンターありますね。うん、そのゲームセンターを、うん、背にして、はい、吉本の本社の方にちょっと歩いたところ。はいはい。ね、うん、わかります、うん、そのあたりで、石田さんね、うん、恋人と一緒に、上を見てるわけです。左上を。左上を、はい。あそこ何ありますか、あの左上。あの左上なんだっけな、あの左上は、うん、コーヒークールです。歌舞伎町にある、有名な、喫茶店です。で、ガラス張りなんで、混んでるか空いてるか、あそこから上見ると、一発でわかるんです。それ歌舞伎町の住人だったらみんなあそこで上向くんです。ありますね。2階にある、そうです。残ってたところの喫茶店、はい、コーヒークールね。で、石田さんね、はい、喫煙者の方なんですよ。うん、で、今歌舞伎町といっても、うん、なかなかそのタバコ吸える喫茶店がないんですよ。ない、コーヒークールは吸えます。そう。ただコーヒークールは、喫煙できるお店だし、はい、飯とかもうまいですし、うん、24時間やってるっていうので、はい、結構ね、こう歌舞伎町の人が利用するから混んでるんですよ。うん。うん、だから、うん、今、あれ、今、ちょっと、クール入って、一杯コーヒー飲めるかなで、二、うん、人して、あれ、コーヒークールの、空きがないかどうかをチェックしてるところなんですよ。うんうん、それを何が夜空をね、見上げているだよっていう。ふざけんな、フライデーって感じなんですよ。ね、夜空じゃねえだろ。夜空じゃねえだろ、コーヒークールだろ。バカ言ってんじゃねえよって話なんですよ。チューリップで、サボテンの花。ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、君は部屋を飛び出した。真冬の空の下に編みかけていた手袋と洗いかけの洗濯物、シャボンの泡が揺れていた。君の香りが揺れてた。
小さな花を作った春はもうすぐそこまで恋は今終わったこの長い冬が終わるまでに何かを見つけて生きよう何かを信じて生きて音楽の力による心の復興を TBS ラジオ主催つながる心つながる力みんなで作る復興コンサート2023サポーテッドバイ日立物流ロジスティード3月4日土曜日宮城県石巻マルホンマキアートテラスで開催仙台フィルハーモニー管弦楽団と森山良子が夢の共演チケット販売中オンライン配信でも視聴できます詳しくは TBS ラジオイベントダイヤル 03-5570-5151 または TBS ラジオイベントページをチェック赤江珠緒です昨年9月に開催したイベント玉結び武道館10年の実り大収穫祭が DVD になります特典映像満載3月29日発売でただいま先行予約受付中です詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をチェック一家に一枚ぜひアイダンラジオ踊り場改めまして空気階段の水川かたまりです鈴木もぐらですもぐらさんに朗報が届いております何ですかラジオネーム手すり手すりもぐらさん春からの玉結びの後番組が決まりましたねああ決まりましたね金曜は、はい、金曜玉結びの富山エリアナウンサーと玉袋筋太郎さんコンビが続走だそうですはいツイッターでは先日のもぐらさんの富山アナに向けたラブコールに共感している方も多かったです。もちろん私もそのうちの一人です、はい。嬉しいですね。いやー嬉しいですね。そうなんです。そうなんですね。はい4月からは、はい金曜日、うん時間帯がですね、はいそのまま富山えりさんと玉袋筋太郎さんで続投ということで。うんはい、で、金曜ワイドね、うん、ラジオ東京縁側っていう番組なんですかね。はいありがたい限りです。ありがたい限りです。本当に、ね。やっぱりさ、やっぱ、なんていうの、そのまま、その玉袋さんもね、うん、そのまんまいらっしゃるっていうのがさ、もうまんま。やっぱりその、富山さんはさ、うん、そういうなんていうの、まあ、リスナーとしてね、はい、の、私の意見ですから、ただ本当に一意見なんですけども、うん、やっぱりそういう、さ、おじさんとね、うん、一緒に、その、やっていただくのが一番こう、映えると言いますか。リスナー的には。そうなんですね。僕らとしては。そうなんです。なんでその、もう、お酒の匂いの、もう、なんていうの電波からもやっぱり玉袋さんってお酒の匂いがするじゃないですか、うん、アルコール臭がそうもう耳で耳にアルコールが入ってくる、ね、入ってくるじゃないですか、でお酒だけじゃなくてそういうさ、うん、なんていうのこうおじさんの遊びだったり、うん、当たったりこうかっこよさみたいなのがさ、うん、ビシビシこう来るでしょ赤ちょうちんの感じそうそうそう耳から入ってくるネオンだったりとかさ、はい
ね、そういう、やっぱり方と、富山さんがやっぱ一番合うんだよね。はい。うん。楽しみですよ。お昼。うん、はい。楽しみとまあ変わらないんだけど、はい、でも、うん、多分、テンション的にもそんなに、多分、心拍見っていう感じではなく、まあ、そうですね。だと思うんで、はい、そうですね。もう続投という感じなんでしょう。うん。楽しみです。楽しみです。ありがとうございます。本当に TBS ラジオの方。TBS ラジオの方ですよね。ありがとうございます。どなたかはわからないんですけれども。ね、うん、多分。別にあなたの一言で変わったわけではないです。そうです。そんな権力がないですよ。いや、そうなんですけど、やっぱりね。嬉しい。一人一人がありがとうございますを言うと、いうことによって、その大きいありがとうございますが、その方に行く可能性もあるから。いいこと言った。そうそう。だから、これいいこと言いました、ね。小さくても言っとくのが大事なんです。いつかその方に届けばいいんです。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。ちょっと、うん、頭皮の話もしていいですか？出た。頭皮、ヒートの話をしていいですか？ヒートアイランド現象、はい、ヒートアイランド現象の話。ヒートアイランド現象の話。何よ。年末ぐらいにね、うん、無限大ホールで、まあ、かがやも一緒にライブ出てて、うん、で、かやくんに久しぶりに会ったら、なんかちょっと、かやくんの長髪はちょっと茶髪みたいになっていて、うん、あれ髪染めたのって言ったら、あれこれ違うんですよ。ちょっと番組の企画で一回金髪にして、うん、で、めちゃめちゃもう完全に色抜いたんで、今黒に戻したんですけど、まだちょっと茶色いんですよね、つって。ミラクルボーイズじゃないの？かがやがテレビ神奈川でやってるミラクルボーイズじゃないですか。ミラクルボーイズで染めたんじゃないの？我々も今出させてもらってますんで、TVer で今見れますんでね。ぜひちょうど今我々がね、出させていただいてる週刊オンエアされてる、はい、TBK の。TBK の。ミラクルボーイズでやったんじゃないの？ミラクルボーイズではないらしいんですけど。違うの？そう。金髪にして、うん、で、それ色がまだ戻んなくて、ちょっと茶髪なんです。うん。うん、それ最悪なんですよ、つって、うん。で、その前ぐらいから僕ちょっとハゲてきてて、で、はいはいはい、AGA クリニックに通い始めたんですと。AGA の治療を始めたんですと。え、かやが？そう、かやくんが病院通い始めて。確かにハゲそうな、髪質ではあるよね、うん。いや、これは、そうなんです。それも俺も、多分、かやは剥げるだろうなっていうのはもう、ずっと思ってたし。はために見ててもね。まあ、かやもそれは思ってたんだろうね、うんうん。そう。で、うん、ちょっと来てるなっていうので、うん、AGA の治療を始めたんです。うん、で、ちょうど本当金髪にした時期と、その始めた時期が被ったから、うん、ちょうど、金髪でめちゃめちゃ髪が傷んだ時と、うん、その AGA 始めたてって初期脱毛って一旦弱い髪の毛をバッと抜けるのよ。はいはい。が、初期脱毛が重なって、うん、すっごいハゲたんです。うん、最悪でしょって言って、うん。いやでも俺も実は AGA 治療してるから、うん、いや分かるよ初期脱毛、うん。それぐらいで喫煙にファーッと獅子頭の脇田さんが入ってきて、うん、何々、ハゲの話って。エロい話してるみたいな感じで。いや、聞く気にならんでしょ、もう。不毛なんだから、もう、牧田さんは。もう、ね、まあ、わからない方に一応説明しますと、牧田さんというのは、一本もない方ですね。もう、一本もない方がさ、その初期脱毛の話とかさ、もう聞く気にならんでしょ。で、そこからまあ、しばらく俺とかやくんで、その、はい、いろいろ、その治療の話とかしてて、牧田さんが、へぇ、いいねーとか言って。なるほどね。そのなんかね、なんかゲームを覚えたての子供の話を聞く。そう。お父さん、ね。お父さんみたいな感じで。そこなんだよ。あそこでさ、あそこにさ、色違いのギャラドスが出てくんだよ。へぇ、いいねーって。ねみたいなことが、まあ年末年始ぐらいにあって、うん、で、この間ね、今週、かやくんとまた会って喫煙所で、うん、どうその治療の方はって話を聞いたら、はい、いや、実はすごい調子良くて、うん、すごい来てるんですよ。生えてきてるんです。おで、今、その、ドラマの撮影に参加してて、うん、ヘアセットしてもらってる時に、うん、メイクさんに、いや、実は僕最近 AGA の治療やってて、うん、すごい生えてきたんですよ。おえぇ、ーいや、これこの辺とか新しい毛生えてきてるでしょ、うん、あ、本当だ、すごいですね、うん、っていう話をメイクさんとかしてて、うん、で、いざドラマ撮影します。はい、で、ドラマって、ドライっていうテストみたいな、リハーサルみたいなのがあるんですよね。うん、リハーサルみたいなので。まあ、動きとかね。そう、動きとか、そういう画角とかを決める、うん、そのドライ
の後にあのメイクさんがパッと近づいてきて、うん、いろいろカメラを通してみた結果、うん、すいませんかやさん本当に言いにくいんですけどちょっとあの後頭部の方黒塗らせてもらってもいいですかって言われちゃってちょっとねえめっちゃ気まずくてすっごい僕上機嫌にメイク室で入ってきたんですよとか嬉しそうに話してたからメイクさんもすっごい気まずそうでマジでもなんか、うん、あでも会話ちゃんと分かってんだね、うん、自分が悪いっていうのを、うん、ちゃんとねちゃんと分かってるあそれはもうさすがよさすが会話ですよ、うんうん、自分がはしゃぎすぎちゃったっていうのを、うん、ちゃんとその自覚あんのね、うんうん、で、うん、まあ俺も分かるよと俺も、うんま、全く同じことがあったからドラマの撮影で、はい、後頭部が映るシーンで、はいちょっとハゲすぎているということで、まあね、黒ポンポンされた経験があるからいやでもそれよりひどいじゃんって会話もう自分で生えてきたんですよって言ってさそうです、まあ、生えてきたんですよって言ってのやっぱ黒ポンポンでしょ、うん、でしかもそれもさメイクさんが別に悪いわあの決めることじゃないからねそう監督とかが決めるわけじゃんそう監督が多分メイクさんに言うんだと思うんですよちょっと監督がさ、うんちょっとメイクさん、蚊帳にちょっと黒塗ってみたいな。で、メイクさんからしたらさ、だからその板挟みというかさ、蚊帳のその生えてきたんですよ、とさ、そうそうそう監督さ、黒塗ってとか、その板挟みになって、で、もう仕方なくそのさ、黒ポンポンさしてくださいっていう。やっぱり監督がもう、そう、式だから。そう。で、それで、ね、そこで蚊帳がさ、生えてきたんですよなんて言わなければさ、うん、普通に黒塗って、あ、はい、終わりました、塗りますで、うん、やってたことをさ、うんね。まあでもそれは、かやが自分でやっぱ自覚あるところは偉いです。さすがですよね。さすがやっぱそういう部分があの、繊細なコント作るんだよね。やっぱりね、その。そこを自分が悪いってやっぱすぐに、瞬時にやっぱ判断できる。ちゃんとやっぱりその人間の心の機微みたいなの分かってるから。そうなんですよね。で、かやくんがその次気にしたのは、もうその連日の撮影だったらしいの。はいはい。だから明日もあんだって。うん。で、今日、生えてきたんですよ。あの、ポンポンさせてもらっていいですか、はいはい、の翌日、うん、また同じメイクさんいるから、その時、どうするんだろうっていうのが、うん、すっごい気まずそうにしてたから、うん、次の日どうするんだろう。うわ、どうしよう。なんか、気まずいなと思ってて、で、翌日、うん、メイク室行ったら、うん、もう第一声で、はーい、じゃあ、かやさん、おはげちゃん、いないいないしましょうねって言って、待って。隠してくれたんだって。めちゃめちゃ、でも、かやくんからしても、すっごい嬉しかったんだって、その、なんか、そうだちょうど、いや、何ですかそれとか言いやすい感じというか、なるほどね、こっちも気使わないし、なんか場が明るくなるような一言で、ポンポンしてくれるから、はい、おはげちゃんいないいないしましょうね、で、やってくれるようになったから、めっちゃありがたかったんですよ、と、うん、話をしてて、まあ、俺めっちゃわからそうな話っていう、うん、もう俺も、ドラマで黒ポンポンされてたら、あ、そうなんですか、みたいな話をしてて、うん、今日ですよ、フジテレビでまあ収録あったじゃないですか。うん、で、メイクしてもらうときに、よくメイクしてもらう方だったんですよ、メイクさんが。うん、あの、髪ピンク色の方がいらっしゃるんですけど、うん、フジテレビの収録のとき、はい、よく、で、あの方でしょ？あの方。あの、いつもいらっしゃる。うん。なんか、なんだろう。要は、兵藤由紀さんみたいな。うん、うん。ね。単発で。単発の方で、うん、っていうね。そう。はい。いらっしゃる方。はい。そう。だから、そう、バーってメイクしてくれて、うん、髪セットしてくれた後に、全部終わって、うん、はい、終わり。かたまりくん、増えたねって言ってくれて。あれもう全然わかんないよって言った。生えたねじゃなくて。うん。増えたね。増えたね。だから、あの、申し訳ないけど、かよくん、俺は先に行ってるわ。うん、おはげちゃんって言われてる。かよが俺か。かわいそう。やっぱそこで笑えるのがやっぱすげえんだよ、やっぱかやってやっぱり。生えていきますから。そう。ここで吉田山田の焼き魚をお聞きください。咀嚼音を嫌われて箸の持ち方正されてお茶碗は左手にやだやだ
やだねやだね。お辞儀は45度に、唇はちょい首かしげて、目を閉じ息を吐いて、いいいいいいねいいね。もうすぐ世界が終わるって予言者、リセットボタンは陥没でも止まない。そんなことも正直どうでもいいんだ。ずっとそばにいてくれないか。3週ほど前だったと思うんですけど、エロ本の話したの覚えてます？はい。ね、うん、エロ本の匂いっていいよねみたいな。エロ本ね。エロ本ね。エロ本。まあ、これもだからちょっと、その時も言ってたんですけど、多分これ地方によって呼び方がね、うん、エロ本とエロ本で多分分かれるんですよ。まあ、僕は関東だったんで、うんうん、シティ派はエロ本なのかもしれない、ね。聞いたことないけど、エロ本って、うん。いや、エロ本って言うじゃん。エロ本でしょ、うん、エロ本。その、じゃんけんの時とか言わなかった。最初はグー、じゃんけん、エロ本何冊みたいな。エロ本何冊エロ本何冊エロ本何冊で言ってた、うん、え嘘、エロ本何冊じゃなくて。エロ本。エロ本何冊は言ってたってことじゃ言ってた。いや、エロ本何冊だけどね、普通に。あ、そう、うん。そこでもエロ本っつってた。エロ本だった。あ、まあ、これもちょっとね、研究しなきゃいけない課題なんですけども。一応その、まあ、エロ本のね、話をして、はい、まあ、未だにお前エロ本読んでんのかとかつって、うん、いや、それはエロ本最高でしょ、みたいな。うん、でも、時代がちょっともう IT の時代になってきちゃって、うん、エロ本の、なんか愛好家みたいな方ね、うん、今もう、めっきり減っちゃってんじゃないか、みたいな。やっぱり、もう、カジュアルに手に入る時代ですから、エロ本は。そう、そう。だからもう今、エロ本の趣味みたいな方っているのかな、みたいな話をしてたじゃないですか。うんうん、で、その時にね、でもこれはもうエロ本のコーナーやろうっつって、うん、企画やろうって話じゃない、はいはい、まあ題してね、うん、蘇れ俺らのエロ本2023みたいな感じ。なんだその読み方っていうね、コーナーやろうと、はい、いう感じで言ってたじゃない、うん、でこれまあいつやるとか正直まだ決まってないというか、はい、まあね、やるとは言ったものの、素晴らしいね、楽曲に乗せてお送りしてます。素晴らしい、もう一度ね合唱したな、これ。そう、まあやるって言ってたじゃないですか、はい、でその話をしたところ、ちょっとね、まだ時期も何も決まってないのに、はい、もうちょっとリスナーのエロ本熱がもうすごすぎて、エロ本メールめちゃくちゃ来てるんですよ。あ、そうなの。はい、なんでちょっと まだいつやるとは言えないんですが、はい、もう先走りですごい熱で送ってきちゃってるんで、一旦ちょっと読ませてもらっていいですか。はい、はい、まずラジオネーム、カツオの袋叩き。皆さんこんばんは。私のエロ本エピソードです。高校生の頃、部活帰りの夜道にエロ本の1ページが道路の真ん中に落ちていました。ページの内容は、高校生の付き合いたちの男女が初めていたす瞬間でした、うん、そうなんだ。女の子は初めての感覚に恍惚の表情を浮かべており、うん、パ
と見ただけでも勃起をしてしまうものでした。髪には車に何回敷かれたかわからないくらいコンクリートのボツボツの跡が残ってます、うん、私は悩みました。これを持ち帰ってしこるのか、プライドはないのか、うん、と悩んでいても、体は正直で周りを確認し、そっとリュックの中、教科書と教科書の間に挟み持ち帰っていました。そこからツタヤやゲゴでエロ本コーナーを見つけるために私の股間は熱くなります。エロ本は僕の性教育のバイブルです。いや熱いね、エロ本っていう。いやー、やっぱね、こういう、確かにね、なんか葉っぱが挟まってたりとかさ、うん、雨でぐじゃぐじゃなってたりとかさ、やっぱ過酷な環境下ありますからね。 その外のエロ本、そう、なんかすごい、なんかインクが表紙の表紙がなんていうの、うん、雨とかで全部剥げちゃって、にじんで、グレーだ、なんか白だ、石灰みたいな色 になってるやつとかさ、うん、それをやっぱり秘密基地に持ち帰ったりね、うん、家に持ち帰ったりしてたじゃないですか、はい、そういう話ですよ。まだまだあるんです。ラジオネーム、ソニックポップ。先日の放送で、エロ本を読んでる人はまだいるのかという話になりましたが、僕は未だにエロ本を愛読してます。大好きです。未だに。というのも、職業柄なのかもしれません。職業、僕の職業は船員なのですが。船員、船員です。船の、はい、わ海上では少し沖の方へ出るだけでも、うん、陸上より電波状況が悪くなります。そっかそっか、なるほど。なので長い航海に出るときには、うん、娯楽として上司から週刊誌を買ってくるように頼まれるんですが、その度に、週刊誌の中に何冊かエロ本も入れとけよと、釘を刺されます、はい。また、年配の船員の方で、外国によく行っていたという人曰く、うん、昔は外国人の港の関係者に、うん、日本のお土産として、読み終わったエロ本を配っていたりもしたそうです。お菓子や酒、タバコなどといったものも喜ばれるみたいですが、うん、エロ本を渡した方が喜び方が格段に違うとのことです。おそらくではありますが、全国の船員たちはみんなエロ本大好きだと思います。ああ、なるほど、貴重な情報ですね。これは本当に全然、そっか、でも考えてみたら、そっか、全然知らないことだよな。こういうね、起きたらそっか、そう、もう電波がない隔絶された世界ってなったら、それもアナログなね、もう紙媒体とか。それはもう起きったら、そんなもん届きますよ、電波なんて。そうか、そうだよね。魚のもう住処ですから、行ってみたらね、もう陸も何も見えない。見渡す限り海っていう、そこで頼りになるのもエロ本しかないんです。もうエロ本でしこるしかない、ね、そうなんですよ。いいよね、また外国に行ってそこのお土産で、うん、港にね、さあ、いろんな 各国のエロ本を交換してったっていう。そうですよ、実際はそのエロ本がそういうそこに重要ななんかアイテムだったっていうね、そのあるじゃない、教科書には書かれてないけど、教科書にはね載らないですけど、うん、うん、すごいですよ、こういう情報もある。これはね、貴重な情報。そしてさらに、はい、もう一つ来てます、ラジオネーム明け方岩本九。こんばんは。ま、元エロ本編集者です。え、マジ？先週エロ本の印刷についてお話しされていましたが、はい、私が制作に関わって、私が制作に携わっていたエロ本は、うん、大手印刷会社で、一般的なグラビア紙と同じように印刷していました。その印刷会社には、うん、どんなリクエストにも応えてくれる、うん、マオカラーのダンディーなマエストロがいました。マオカラー来てんだ。多分、業界内ではかなりの有名人だったはずです。肌は湯上がりピンク色に、ただし髪色に影響が出ないようにしてください。尻のくすみを抑えてクリアに、でものっぺりしないようにメリハリつけてくださいなどの指示を入れると、マオカラーの胸ポケットから謎のレンズを取り出し、印刷物を細かにチェックしながら、あー、ここ C かっこシアンが多めなので抑えましょうかね、などと言って、何度も何度も編集者が納得するまで対応してくれるんです。このようにエロ本には編集者や印刷ディレクターの情念が凝縮されています、うん、だからこそ野倉さんはエロ本のインクの匂いを
特別に感じたのではないでしょうか。なんだかエロ本の編集会議のことが懐かしく思い返されます。大人が膝を突き合わせて何時間も考えあぐねて、時に叱られ、時に反省を促され、次の特集はおねだり局部の大行進で行くぞとか決めていたあの時代も2000年代後半のお話です。最後になりましたが、パイパンビレッジにパイパン編集者として入村しています。パイパン編集部を組織し、スクープやエンタメ情報などを村人に発信していきたいと思います。マジっすか。ということで P の方でしたか。いや、編集の方からもね、すごいですね、はい、いや、すごいね、編集の方も、実際の本当現場の状況ですもんね、それが。だこういうふうに印刷もね、うん、その印刷の会社でまた、こうやって調整をしてんだね。ねえ、もう、やっぱりそこは本当に人の仕事なんだよね、機械の仕事じゃないんだ。ああ、ここ、C が多めなので抑えましょうかね、みたいな。青から起きた。青から起きた。まあでもかなりの有名人なんじゃないかと。まあ多分ハンターからこれで業界の方は、ああ、あの方ねと多分、はい、もう分かるぐらいの。印刷業界のドンみたいな感じですかね。ことだと思います。やっぱりそっか、はい、そうだよね。もうエロ本の裏にも、はい、そういったもう熱意みたいなのが渦巻いてたわけですから。というわけで、まあ、これだけメール読ませてもらいましたけど、もう、こんなもう紹介できないぐらいの、とんでもない量のメールがもう、皆様の熱とともに、はい、TBS ラジオに送られてきてますんで、まあ、いつか必ずやりますが、はい、ちょっと募集をね、まあ、このような感じで、うん、まあ、そのエロ本にまつわる思い出だったりとか、うん、その、こういうことありましたみたいなね、うん、お話をメールで送っていただけたらと思います。はい、それと、あとエロ本も募集します。なんで、どういうことですか？あの昔買ったけど、はい、ちょっとこれ捨てられずにずっと残ってるわ、どうしようみたいな。あ、もう自前のやつ。自前の。うん、ね、まあ、その、捨てたいんだけど、はい、どうしようかなみたいな、そういうのはもう、我々がね、うん、この踊り場は責任を持って処分しますので、TBS ラジオ宛てに送っていただけたらと思います。はい、ただちょっと、処分のね、うん、その費用とかいろいろあるみたいなんで、うん、1人3冊までと思って。あんまり大量に送られても困るから、いらないよっていう、いらないけど思い出が詰まってるってやつで、うん、そのいらない最新号のエロ本とかはいらないから、普通に捨てようと思ってるやつを、普通に捨てようと思ってるエロ本じゃなくて、うん、どうしようかなこれでもな、本当は捨てたいんだけどなっていうやつ、うん、ね、あったら、送ってください、うん、はい、で、これはエロ思い出はすごい詰まってるんだけど、はい、そう、捨てたくはないという方は、うん、写メとかで、うん、はい、写真で送っていただいても構いませんので、はい、最低でもやっぱ10年以上前の方がいいですかね。まあ、やっぱり、そうですね、はい、その、まあ、古ければ古いほど嬉しいです。まあ、そうですね、我々がもう知り得ないような、そう、時代の。僕らもやっぱり20年前ぐらいまでのやつだったら多分懐かしいみたいな感じになるんで、うん、それより前とかだと、うわ、これはさすがに見たことないなとかそういう。になってきますね、ちょっと歴史みたいなのも。触れたいんで。そうですね、やっぱり。はい、ぜひ、お願いいたします。ですから、はい、お願いします。お願いします。続きまして、こちらのコーナー行きましょう！なんか、怒られました。こちらのコーナーはですね、水川が、私、モグラに言いました。遺言みたいな。なんかよくわかんないけど、怒られましたという話を募集しているコーナーでございます。それでは、早速行きましょう、はい。ラジオネーム、震えるビール。友達に、弟を連れてこないで、と言ったら、先生になんか、怒られました。先生怒られた。やばいね。いや、で、これは。これはね、友達はやっぱり怒れないもんな。言えない、言えないんだよな。言えないしさ、そっか悪いってなるけど。うん、先生はだから、これもだから本当に先生よかったですよね、こういうなんか、
ちゃんとね、うん、怒ってくれる先生っていうか、ね、お前もとっと連れてこないとか言ったらダメだろっていう、うん、みんなで仲良く遊びなさいって、うん、やっぱりこう言われた兄貴の、まあ、この友達の方からしたらやっぱりちょっとね、うん、もちろんそのね言ってることは分かるんだけど、はっきりその弟、うん、弟はちょっと今日はごめん、うん、連れてこないでって言われたら。いや、結構ね、やっぱこれあるあるですよね。もあるもん、妹連れてこないでって。連れてくんな、みたいな。もぐらはあったんじゃない？もぐらはなかった？いや、俺はすごいちっちゃかったから、別にその逆にそんな影響しないというか。ああ、なるほどね。うん。で俺が、だって、10歳とか11、まあ、小学生と、高学年の時に妹がね、三、二歳、三歳、四歳だから。あ、そっか、そうか、そうか。そうなってくると別に影響しないのよ。でもそれがさ、俺が、例えば、小6の時の小3とか。そうそうそう。それぐらいの。そうなってくるとやっぱ影響するじゃん。そう。その、遊び方変わってくるからね。できないことが変わってくるから。二人一組になってさ、どうしてもその弟チームとかになって、弟と組む人間が出てきたりするとかなったら、やっぱ変わるじゃないですか。うん。うんで、これはしょうがないんだよね。うん、で言われた方も、まあまあそうかってなんだけど、うん、これは先生がやっぱ素晴らしい。先生がね、うん、言ってくれた方が助かりますよ。そうだね、うん。先生に言えばいいんだね、だからこういうの。うん、なんか弟連れてこないでって言われたんですけど。なんとも言えない気持ちになりましたみたいな時は、うんうん、皆さん先生に相談しましょう、うん。はい。先生が言うのが一番いいですしね。続きまして、ラジオネーム、ビリーザキッド、57歳、男。上唇の皮を歯で剥いてそのまま食べたんなんか怒られました。いやこれなんつんだろうな、俺これで怒られるのって未成年だけだと思ってた。逆にだからじゃない、うん、合間っていうかさ、その、合間が怒られない、その、時期で、未成年っていうかその、なんか、15歳から、うん、その、50歳ぐらいまで怒られなくて、うん、その側は怒られるんじゃない ?50 歳以上とか。オーバーになったらまた怒れるのかな、やっぱ。奥さんでしょ絶対、これ。まあ、そうじゃない、うん、皮を、皮剥いて食ってんじゃねえみたいな。うん、もう怒らないでほしいよね。でも57年間、さあ、食ってきたんだから食うよ、もう。死ぬまで。ずっと。いや、でもこれさ、だって誰も怒ってくんないじゃない、こういうのって。うん、しかも偉くなってきたらね。うん、その、まして57歳とかなってきたらもう立場もあるしさ。うん、その奥さん、だからぐらいですよ、こうやって。うん、皮むいてんじゃねえって言ってくれんの。ラストですね。ラジオネーム、内角低めゴリラ。カーリングの日本代表を称えるニュースを見ているときに、競技人口の話をしたら、なんか怒られました。確かにね、競技人口って多い時しか使っちゃいけないからね。いや、そんな、これはちょっとだから、うん、まあ、確か、これはもう水差しですよね。うん、本当に余計な発言ですから。もうさ、大人ですから、もうないと。ですから。わきまえましょう。今週は以上でしたけども、はい、どうでしょうか。いや、だから、新たな発見がありましたよ。57歳の、うん、怒られたっていうのが、うん、結構初めて。聞いたんで、多分そこで怒られたことってもう多分治らないと思うんで、うん、もう怒らないでほしいですけどね。50年さ、唇の皮食うなって、うん、あ、今週はなんか結構その、いや、怒られてるだろみたいな。なんか、ね、そう、登場者自分の余地がない感じで。いや、それは怒られるよ、なんか。かなり多かったような感じでしたね、はい、今日の皆さんは反省してください。4人の男たちの人生に起こるさまざまな出来事を笑いと涙の物語として描く傑作ミュージカル、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ、ミュージカル男たち。作演出岩井秀人、音楽前野健太、出演ユースケサンタマリア、藤井隆、吉原光雄、
大原さくら子、川上由里、橋本さとしほか、TBS ラジオ公演で3月12日からパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。 905FM 954AMTBS ラジオ。毎週金曜夜12時からのマイナビラフターナイトでは、今注目の若手芸人を紹介しています。ピカチュウの目覚まし時計がチリリ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 リ。なん芸人とリスナーこそ東大に行け。マイナビラフターナイトは毎週金曜夜12時から。階段の踊り場、まもなくお別れの時間です。はい、あなたがね、ワナの戦争出てるじゃないですか。ワナの戦争出させていただきます、月曜10時。月曜10時ね、テレビドラマ の戦争ドラマね、はい、うん、ちょっとメール届いてますんで、うん、ラジオネームマクー。マクー、今週大阪で新しい地図のファンミーティングがあり行ってきました。はい、そしたらつよぽん、かっこ草薙剛さんがフリートークの時に最高最高最高って連発してました。きっと罠の戦争つながりですね。広がってるみたいですよ。ただ五郎さんも慎吾ちゃんも塊さんのギャグとは知らないので、誰からもツッコミがなかったです。私は一人塊さんのことを思い出してニヤニヤしてしまいました。応援してまーすってことです。サクサクサクニャー。え、千代くんがそう、草薙さんが使ってくれてんだって。草薙さんがめっ、ね、すっごいすっごい使ってくれてるんですよ。うん、これはもうすごいことよ。これはとんでもない追い風が吹いてきました。いや、そりゃそうでしょうね、はい、これも今年取れなかったらもう諦めますね。じゃあもう、いや、取ります、取れます。もう取るぐらいの感じで、もう今年はどんどん言っていかないと、はい、草薙さんがこんだけ言ってくださってるってことは、うん、頑張ってください。任せてください、はい、よろしくお願いします。それとお知らせ1個ございまして、あさって2月8日水曜日ですね、ジャンク20周年イベント、山里亮太の不毛な議論プレゼンツ他力本願ライブ、我々も出演させていただきます、こちら会場チケット完売しているんですけれども、配信チケットがまだありますので、ぜひとも、まだチケット買ってない方、はい、絶対見てください。すごいライブ、もうネタ決まりましたし、はい、もうネタも決まりました。見させていただいて、はい、これは楽しみですね。おもろいです、うん、よろしくお願いします。はい、はい、ポッドキャストでは本編の再編集版とアフタートークを配信しておりますので、そちらもぜひお願いします。僕らすべてのメールの先は、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。TBS ラジオでお聞きの方はこの後1時から月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力からです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さようなら。インインブロン、ちなみに石田一生さんなんですが、今月は札幌で DJ、 来月は秋葉原のコンカフェで一日店長をやるそうです。大好評、真冬もシャツ1枚で家中快適。アルネット TBS ラジオ公演、木下グループプレゼンツ新作歌舞伎ファイナルファンタジー10、日本が生み出す究極のファンタジーがここに開幕。3月4日土曜日から IHI ステージアラウンド東京にて上演。詳細は TBS チケット FF10 歌舞伎で検索。劇場で待ってるっす。905TBS ラジオ。ワッチ。スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信は。ワッチ。ふわっちが一時をお知らせします。
canta neste poema versos sobre dois sentimentos a vida inteira lutarão por dentro. Vida, o coração rege a sua batida. Maior aliado, maior inimigo. Lutar ou fugir tem que ser resolvido. Medo de errar, medo de falhar, medo da dor, até medo. Resposta só dada pela intuição. Entranhas.